さあ、ロシアのヤナ・バテリシナの登場です。3種目終わった時点で2位。このヤナ・バテリシナの体の柔らかさと体から発散するそのエネルギッシュな動き、お客さんを魅了しているようです。そうですね、得意な柔軟性を使いましてですね、こう他の人がやっていないことをリボンを使って行いますから、まあどこだか探してください皆さん。ところが強いですよ。メダル争いに響いてきそうなミスです。ご覧の通り早いですからね。ここですね。今回このヤナ・バテリシナは、はい、予選の段階で4種目のうち3種目に手具を落とすというミスをしまして、ちょっとどうしたのかなと思わせるシーンがありました。決勝でもこの最終種目、意外な大きなミスがありました。ちょっと大きいでしょうね、あれは。落としただけでもリボンなので。3種目終わった段階で2位につけておりまして、トップのシェルベリアスカヤとは 0.151 の差だったんですが、これはちょっと大きなミスです。メダル争いも少し難しくなってくるかもしれませんね。そうですね、まあ、最後までわかりませんけども、ちょっと今のは大きかったですね。減点が大きくなりますね。隣のイリナ・ビネラコーチ、ああ自分でもこの落下した大きさというのは分かっているんだと思います。もしかしたら 0.5 ぐらい減点される可能性はありますけども、どうでしょうね。体の柔軟性でボーナスポイントをこれまでたくさん取ってきました。同じロシアの団体の選手ですね、これは。ちょっと大きかったでしょうね。ロシアのヤナ・バテリシナ、16歳。採点が揉めています。